マナスチ・シャーバイ、アジゾフ、マナスは、キルギスに伝わる、民族女子誌である。また、その主人公たる勇士の名でもある。交渉された数十万行にも及ぶ壮大な、民族女子誌で、ホメロスの、イリアスや、オデュッセイア、古代インドの、マハーバーラタなどよりも、はるかに長い。ギネス世界記録では、世界で最も長い歌と認定され、 50万行以上の長さがあると紹介されている。伝承では古くより存在したと言われているが、実際に現在の形に成立したのは18世紀頃と考えられている。英雄マナスから始まり、その子せめて、孫聖徳と続く計8代の辞席を歌う。クタイ人とカルマク人との戦いが女子ジジシの主要なテーマになっている。特徴的なのは、 女子史の伝承であるとともに、物語の類型化による演唱者の創作的要素もある。区伝としてのマナスの生まれた時代は、7世紀から10世紀に生まれた説や、15世紀から18世紀の出来事を表しているとする説など小説がある。15世紀の初期にマナスについて触れた文献があるが、1885年までは書物になることはなかった。 19世紀後半、帝政ロシアのカザフ系軍人で探検家、ジョン・ワリハーノフとトゥルク系研究者、ラシリー・ラドロフが民間歌手の口頭から初めて文字として記録した。現在、中国新疆ウイグル、キルギス、カザフスタン、アフガニスタンなどのキルギス族居住地域から採集したマナスの各種テキストは150種余りあるとされている。20世紀初期には、 カクシャールの谷合いに住むキルギス族の間では、マナスを吟唱するブームが起き、マナス地になることが多くの若者の目標となっていた。マナスは、マナス地と呼ばれる語りで、演唱者によって語られる。古くは、マナスと共に生活し、遠征したエルチュール、19世紀から20世紀、キルギスのテニベクジャピが代表格である。 20世紀に、キルギスから新疆ウイグルにまたがる地域には、多くのマナスチがおり、有名なマナスチには、サグムバヨロズバコフ、カバータベコフ、セデネモレドコーバなどがいる。中華人民共和国新疆ウイグル自治区では、ジュスパークンワパイ、イブライムアクンベク、アシマトマムベトジュスプなどがいた。特に、新疆ウイグルでは、ジュスプママイが結失していた。ABCD アディルジュマトルディ、 西脇隆雄、英雄女子子、マナスの特色アディルジュマトゥルディ、トガン、イサク、西脇隆雄役、バルバイトイブライム、ジュスプママイの教師たち。ありがとうございます。